週末髪を切ってきたんですけど、結局6ヶ月半ぐらい伸びっぱなしになってましたんで、だいぶスッキリしております。ということで今回は先日公開したコストコ購入品3月1週目編の続きになります。こちらの前回の動画まだチェックされてない方は今回と合わせて見ていただくといいかなと思います。それでは3月1週目に購入したものの6つ目の商品から紹介していきます。麺屋おきの太麺焼きそばです。最近また我が家にブームがやってきまして、毎週と言っていいほど購入しているものになります。週末に長男の同級生家族とバーベキューをしたんですけど、その時にもこちらね買いました。バーベキューする時ってこういった焼きそば系のもの、麺類はサイドメニュー的にね少し入れてくると思うんですけど、今回のバーベキューは同じメンツで2回目3回目ぐらいなので段取りというか流れができてまして、これをね炭火で調理することはないんですけど、そのあと晩ご飯もねまとめて作って食べて解散みたいな感じになってて、この太麺焼きそばとバーベキューで余った肉とか野菜とかをそこで全部使い切るというような感じで、ルーティンみたいになってます。はい、でこの麺が1食 200g あって、食いしん坊の小学生とかだったらペロッとね1人前食べるかもしれないんですけど、幼稚園ぐらいの年代の子だったらまあ半分食べてくれたらいい方かなっていうぐらいなので、このね1パッケージで結構ね稼げます、量ね。この焼きそばソースを使って半分子供たちに食べさせて、残り半分は大人用にまたちょっと味変えまして、この間買った吉田ソースの麹のタレを使って焼きそばを作ってます。それで食べてもらうっていうのが1個パターンになってまして、6食入って400円切るぐらいのコスパの良さと、あと食べきれない分もね個包装に麺がなってるんでシェアしたりとかね、その後の処理も結構しやすいんで、これは本当おすすめです。はい、続きまして7点目の商品はこちら、ジョーンズのターキーベーコンです。ジョーンズデイリーファームっていう創業100年以上のすごく伝統あるメーカーなんですけど、インスタの方で新商品出しましたっていう投稿を見たんでちょっと買ってみました。このジョーンズっていうメーカーの商品は日本国内だとコストコとしか公式に取引してないみたいな感じなんで、今のところジョーンズの食品食べたいっていう場合はもうコストコに行くしかないみたいな感じになっております。こういったハムとかベーコン系の加工食品って添加物をドバドバ使って作られてるようなイメージがあるんですけど、このメーカーさんの商品はグルテンフリーとか、あと保存料とかね、こういった添加物系のものを使わずに、美味しく作るっていうことで有名なメーカーさんなんで、国内メーカーよりもむしろこっちの方がちゃんと作られてるっていう感じなので、今回登場したこのターキーベーコンは七面鳥で作られた鶏系のベーコン、日本だとないですよね、ターキーベーコンとかっていう食べ物が。この形はいわゆるベーコンっぽい細長くて薄い感じなんですけど、豚肉のベーコンと違って脂肪分がやっぱ少ないですよね。普通の豚のベーコン焼いた時との比較で 80% 脂肪分カットできるということで、トレーニングされてる方とかいいかもしれないですね。1枚あたり 3g タンパク質取れるみたいです。いちいち計量しなくてもね、まあざっくりですけどタンパク質の計算とかもしやすいんで、筋トレしてる方とかは特にいいんじゃないですかね。高タンパク低脂質ってことで、はい、1パッケージあたり 567g 入ってるということなんですが、スライスでいうと18枚19枚、ちょっとよく見てみないと分かんないんですけど、まあそれぐらいは入っておりますので、これはねせっかく新商品登場したということなので、これは今週レビュー動画出そうかなと思います。食べ方はやっぱ焼いて食べるのが一番美味しそうなんで、普通に焼いて食べて、あとはホットサンドとかにしてみようかなと思います。まあ手に持ってる感じ美味しい。続きまして8点目の商品はこちらです。カリフォルニアカルローズ米5キロです。いつもコストコでお米買うようにしてるんですけど、サブのお米ということでちょっと今回買ってみました。アメリカのカリフォルニアで、作られてるお米ということで、海外のお米って言ったらタイ米みたいに細長いジャスミンライスっていうイメージがあるんですけど、このね、カルローズっていう品種のものは
ジャポニカ米の一種ということで、まあ、いわゆるね日本で食べられてるお米と同じなんですよね。パッケージ裏面の情報は全部日本語で、書いてあります。炊き方も全部日本語で書いてますんで、ちょっとこの情報を読み上げますと、ラグランドファミリーカルローズはサクラメントバレーで大切に育てられ、北カリフォルニア中心部に位置するサンバレー会社にて精米されています。ラグランド家が保有および運営する私たちの農場が5世代にわたって培ってきた伝統的な稲作農業技術に最先端の精米技術を組み合わせることで生み出した高品質なカリフォルニア米をラグランドファミリーカルローズとしてお客様にお届けしています。カルローズはカリフォルニアサクラメントバレーで有名な中流種のジャポニカ米の一種です。サクラメントバレーは安全で高品質の米の生産に理想的な土地です。シエラネバダ山脈の雪解け水が豊かな土地を一層引き立てるからです。ミネラル成分の高い澄んだ水が独特の甘い風味と香りを持つ健康的な米を自然の中で作り出します。とはいえ味がね美味しくなかったら意味が全くないんで、ちょっとね取り出してみましたが、パッと見国内で作られてるお米と変わらないですね。ということで久々にこのね小鍋で炊いてみました。見た目は国内産のお米と変わりないんですけど、やっぱね香りがちょっと違う気がします。とりあえずこのまま、そんなに期待してなかったんですけど普通に美味しい。やっぱね国産のお米って食べてると甘みがこう出てくると思うんですよね。それがないことはないと思うんですけど、印象としては残らないですね。おかずなしでこの白ご飯のまま食べるとそうじゃないかなっていうぐらいのものなんで、ほんとビビたる差だと思うんですけど、そういう風な感想です。普通に食べる分でも全然成立するとは思いますし、あと炊き込みご飯とかご飯そのものにこう味をつけて食べる場合だと全然これでいいんじゃないかなと
思います。コストコで販売されている5キロのお米の中ではダントツでコスパいいですし、あと一応無洗米なんでね、お米洗う工程が嫌な人っていうのはこれ、全然あるじゃないかなと思います。今回はね、一応1回だけ水に通したんですけど、全然ねそれでも手間じゃないので、まあ、全然パサパサとかではないけど、ポロポロはしてます。これ水分量の問題なのか、このお米のポテンシャルなのか、ちょっとね水の量また調節して使ってみようかなと。それでは最後9点目10点目の商品はこちらです。フードコート新商品の5種のチーズピザと国産柑橘スムージーです。3月初めに登場しているフードコートの新メニューですね。4種のチーズピザから5種のチーズピザに、スムージーはいちごスムージーから国産柑橘スムージーに変わっております。チーズピザはずっと昔からある定番のピザなんですけど、年々リニューアルされているというかバージョンアップしておりまして、最初のチーズピザは多分3種類ぐらいしかね、そのチーズ使われてなかったんですよね。で、ある時4種類のっていう風にチーズの種類が増えて、で今月出てる分は5種類のチーズピザということで、現時点では使われてるチーズの種類っていうのが分かんないんですけど、まあモッツァレラとかチェダーチーズとかゴーダチーズとか、そんな特殊なものは多分使われてないと思うんですけど、食べてみた感想としてはチーズの香りがもうすごく強いというか、トマトソースとチーズだけの構成なのにチーズの量がめちゃくちゃ入ってるんで、肉を食べてる時のような口の中の存在感というか、スライスだと価格1枚300円なのに結構ね贅沢な感じで食べ応えがあります。一応レビュー動画出してるんですけど、その時にホットサンドメーカーでピザを焼き直したらどういう風になるのやろかっていうのをねちょっと試してみたんですけど、もうめちゃくちゃ美味しく焼き上げることができたんで、ぜひね騙されたと思ってホットサンドメーカーで焼き直して食べてみてください。で、昔のチーズピザってあんまり好きじゃなくて、っていうのもねトマトソースがちょっと青い感じがしたんですよね。トマトしてる感じが強かった気がするんですが、最近出てるチーズピザはねトマトソースも美味しいですし、すごく食べやすくなってるなっていう感じなので、ぜひ機会があったらこのチーズピザ食べてみてください。で、国産柑橘スムージーに関してはちょうど去年の今頃同じ商品タイトルで出ておりまして、でね飲んだ感じも一緒、これまで出たスムージーの中でも結構酸っぱい系の部類に入るスムージーで、すだちとかかぼすとかのちょっと苦味がある柑橘の味がベースになっていて、ただフードコートのメニューって結構味が強いしこってりな口になるんで、それをリセットするにはちょうどいい味だなと思いました。これもね、夏に飲みたいかなっていう感じの本当すっきり飲めるスムージーだったんで、ぜひお試しください。ということで以上10点ですね、コストコ購入品の3月1週目後編をお送りしました。ということで、日曜日にバーベキューがあったんですけど、前の日の夜ですね、結構閉店ギリギリの時間帯にちょっとだけ買い物に行きました。バーベキュー用に買ったものっていうのが1週目のね購入品と結構被っちゃったんですけど、アルトバイエルンとホタテ、あと焼きそば、キムチですね、この4つだけ買っておきました。価格にして3600円ちょっとだったんですよね。で、僕の担当がメインの焼きネタですね、肉とか、まあ、海鮮とかそういったたのが担当だったんで、一応予算1万円でっていうことで、コストコで買ったものは結構、まあ、サブ的なものが多かったんですけど、肉はね肉で別のスーパーで6500円分ぐらいかな買って、ちょうどその予算内には収まる感じでした。基本的に材料は現場で使い切るっていうのをポリシーでやってて、大人一人1000円ぐらいの予算でいろいろ何種類か焼きネタを集めるっていうような感じで買ってると、ちょうどいい感じで材料を使い切ることできるんで、予算が無限に使えたりだとか、あとは使い切る必要がなくて残った分はなんかシェアするとか冷凍保存するとか、そういう感じであれば全然コストコで肉買ってバーベキューっていうのもねいいかなと思うんですけど、意外と僕が買うときは肉は買わないですね。買っても牛タンとかホタテとかのシーフード、あとはウインナーソーセージ系のやつ、結構ね強いやつをドンって入れて、鶏とか豚とか牛とかもそうなんですけど、肉自体はよそで買うことが多いですね。コストコで肉買って、バーベキューするんだっていうのはなんか一応映えそうなキーワードではあるけど、実際やるとよっぽど人数が多くないと
材料余ってめんどくさいことになるんで、それがね個人のお宅とかだったらまあまだマシなんですけど、例えばキャンプ場とかバーベキューできるような外でね、やるってなるとマジで材料余ったらめんどくさいんで、何回もバーベキューとか買い出しやってますけど、今の買い方が一番失敗がないかなっていう感じなんで、買い出しあんまり慣れてない方はぜひ参考にしてみてください。お金持ちの人は全く別の話なんですけど、まあ、普通にね、バーベキューしようみたいな時は大人一人1000円ぐらいで、買える量っていうのが一応ぴったりな感じなんで、ということで今回の動画は以上でございます。このチャンネルではコストコで買ったものだったり、自分が買って、使って良かったものなんかをね紹介しておりますので、よければチャンネル登録してください。あと Twitter、Instagram やっておりますので、そちらのフォローもぜひお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。